はいどうも長ですじゃあ早速ニュースどんどん見ていきましょうね。じゃあこちらでは、まあ、このチャンネルは今日全部選挙の話になっちゃうんで、ちょっともうお腹いっぱいですかいや。いくつか興味深いニュースがまだあったんだねちょっと見ていきたいと思うんですけども、も、えー、内容的にはね NHK プ、えーこの N H K さんの立花の代表、ね、うん、あのポスターの件ですねこれ見ました、ニュースで。 ちょっと話題になってましたよねだから話題になってた時点で、まあ、確かに立花さんが言うように、ね、一定の効果はあった大成功だっていう風うに、ね、問題提起っていう言い方してたかな、うんまあ、確かにそれはそうなんですけどどう思いますかっていうなあだからこう首かしげるこれいいのかって、ね、法律上は、ね、できるできないで言えばこういうこともできちゃうんだぞいいのかお前らっていうそういう問題提起 ねそういう意味では、まあ、確かに意味ないとは言いませんがそれがあれですよね、例えば都,都民の人にとっちゃこれ都知事選挙だからさ、ね、選挙選挙でしょでそのツールじゃないですかツールというかポスターの掲示板ですよね、うん、だこの使い方がどうなのかというとどう受け取られるかですよね実際に都民の人に、まあ、これ、目にするの別に。 都民の人だけじゃないですけども。うん、だから見た人がどう受け取るかですよね。うん、っていう話だったりとか。うん、まあ、いわゆる、このなんか <laughs>、まあ、ワイトガニ、まあそこまではいかないか。まあ、でも、わいせつ物扱いでちょっと指導が入るんですね。指導っていうか、警告だっけ警告か、うん。っていう話とかね。あとは、まあ、ひまそらさんの話。うん、で、ガ神さんの話。 うん、このチャンネルはそんな感じで見ていきましょうかね。じゃあ、まず、どうしようひわいポスター。これ、どうでしょうわいだと思います。わいせつ物扱いには当たりますかねどうなんでしょうえっ、ー、と、まあ、これもね、記事がすげえ多いんですよね。警視庁が結局、これ、異例の警告だから、ね、うん、けしからんって判断されたってことじゃないですか。まあ、たこの苦情の電話とかも結構あちこちで飛んだんでしょうね。うん。まあ、迷惑防止条例に違反する可能性がありますよと。 まあ、特にあのこれに対してこの候補者はあ、まあ、特にか抵抗したとかそういう感じじゃないんですよね,、うんねえーとまあ。ほぼほぼ全裸ですよね、確かに。あの肝心なところとか,なんかあの微妙に隠されてはいるんですけども河合候補でしたっけ、ね。知事選挙に立候補している河合候補は男性でこれなんだろうこの白なんかこれ パッと見あれあの人芸人さんだったのにもうコンビ解消して今度正解入りするのみたいなね。ダメよ、ダメダメの人かと思ったら全然違う関係ない人でしたね。まはははは。まあ、河合、河何菓子さん、うん、の、なんだろうね。要はこの選挙ポスターのモデルさん。だからご本人じゃないんですよね。 で女性が、まあ、歌ってることはまあ確かにあの、まあ、合法化はちょっとなんか違うような気がしますが、まあ、何にせよ、ねうんあのー、AV 新法の話とか、ねうん、そういうのもあったんで全くなんかこの書かれているこの歌われている文句が全然もうとんちんかんかというとそうでもないのもあるんですけども表現の自由への規制をやめろとか、ね、ただこの表現の自由の,この範囲がね 別にこのアダルトだけじゃないですからね。では、なんかこの河合候補を呼んで、警視庁が警告しましたと。公共の場ですよと。あまあ、そういう感じなんだって。で、まあ、河合さんは、河合候補は速やかにこのポスターは剥がしますっていう、なんかそういう、そういう騒動があったんですよ。これ、どう思いますか まあ、ある意味こういうなんだろう、こういうことをする人がいるからそれまでなかった規制がかかるという典型ですかね最初は自由だったんですけど、ねうん、ちょっとずつちょっとずつこの縛りが加わっていくというのは、まあ、そうじゃないですか、うんうんまあ、だから常識の範疇というか表現の自由、ね、表現の自由かもしれませんが うん、見る人がどう受け取るかとかっていうことを、あれですよね。うん、なんでかしかも、あれだな。<laughs> この人は兄弟卒っていうことも歌ってたわけですよね。まあ、迷惑防止条例に引っかかっちゃってる。だからもう結局バズらせるのが目的なんで、そういう意味ですでに目的は達成してるんで、まあいいかなっていう。だからこういうことも許し、ね、やろうと思えば可能。今までやらなかった、やる人がいなかったっていうだけで、だからまあ改めてですけど、 規制が加わるんじゃないですか。今後はね。こういうことができないように。うん、で、今度、えっ、ー、と、あ、これは NHK 倒産の話じゃないですよ、うん。で、今度が、あ要この大量の、全然このあ選挙立候補者と関係ないポスターも、うん、お金さえ払えばあ使えるよっていうね。うん。それこの都知事選挙の大量ポスターに、えー、それに、えー、まあひ、なんか確か、 本人が説明し冒頭、ね、の前でね掲示板の前で非常に大きな問題提起ができた大成功だポスター掲示板が無駄だと何回言い続けたことかっていう、まあ、だからこういう使い方もできちゃう,、ね、う今の現行のこのルールはどうなんだ問題提起っていうことが言いたいんでしょうかね、うんえー、NHK から国民を守る党の立花党首が21日今日ですかね えー、東京都知事選の選挙ポスター掲示板に同一のポスターが多数貼られている問題について、えー、会見で非常に大きな問題提起ができた大成功だと思っていると、えー、立場氏は協宅金はポスター掲示板があることで300万円、えー、とも考えられる、えー、ポスター掲示板が、うん、掲示板が無駄だ無駄だと何回言い過ぎたことか今臨時国会では、えー、掲示板に、えー、関する法改正が出てくるだろうっていうねうん いいんですかこう、こういうことができちゃうんですよっていう、そういうことでしょ、ね。で、まあなんかいろんな、なんだろうな、なんかこのマッチングアプリの CM みたいな、QR コードが貼ってあって、ピコーンってやるとなんか飛ばされるみたいな。あとな、誰だっけ、なんかこの、パンちゃんディナさんってい,い,い,いたじゃないですか、なんか詐欺かなんか逮捕された人ですよね。その人もなんかあの乗っかってましたね。う まあ問題提起は問題提起なんでしょうけどね、これもまあ、あさっきのとは違う、うん、結局、このそれを見て、えー、見た人がどう思うかってことですよね。うん、話題にはなったし、まあそれは確か問題提起は問題提起なんでしょうけど、あとこの間のほら、ねコリアンタウンのっていう、えー、ああいう使い方もねやろうと思えばまあできちゃいますよと。うん だから今のところですけども今後はだってこういうのもね反日売国税ももしこれがね、うん、このままなんか OK っていう、ね、そういう流れでいくんだとすればい、まあ、かなくなるとは思いますけども続け,る続けるかなこれ単純に金額を上げるだけじゃこれ多分縛りにならないですよねうんだからまあ,あのそもそもが 本人の選挙活動と、ね、関係ない内容のものはダメとか、うん。だからやっぱりもうこの掲示板、この,この仕組みがもうやっぱりあのもういつまでもこの昭和スタイルで、ねうん、こういうことやってっから今までいなかったっていうだけで、うん、違う使い方ができちゃうんだからこれはだですよって。こういうのこういうのこそなんかデ,デジタル化できないの。わざわざこんな,なんかあのボード用意するんじゃなくてさ。 うんね、だからなんかそういうまあ今かっぱられちゃうか不良外来種どもに、まあかまあ、そういう考えるきっかけになったということでね、うん、大成功は大成功なのかもしれないですけどまあ見た人は今のところそういうふうには受け取ってなさそうですかね、うん、なんか昔のさ あの昭和の頃の今あんま見かけないですけどこの電話ボックスってあったじゃないですかまだそこまで携帯が普及してない頃ですよ、ね、電話ボックスなんかなんかあのいわゆるあのピンク色の,このピンクとか黄色のさあのチラシみたいだよねベタベタベタ,ベタ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 って中に貼ってあったやつ知らないですかね多分僕ぐらいの年齢の人とかそれ以上の人たちは多分覚えてると思いますけどあれに似てません <laughs> あだからあれですよね蓮舫さんとか石丸さんの、ね、ポスターが埋もれてしまう、うん、そういう効果は、うん、あ,のあったんじゃないかなと思いますけど、うん、だからこれを見て、ねうん、よりこのポスターの本来のこの,ポスこ,もうこのスタイルを続けるのであれば、ね、より目立たせる、ね、埋,もれ埋もれることなく目立たせるにはどう,どういうこの色合いのどういうフォントの ね、どういうポスターを作れば、例えばこうなんかこのもうピンクメインのなんかいかがわしいこの張り紙の中にも、ね、埋もれることなくドーンってパッ,パッと見、パッと見なんかおってなるのはどういうポスターかみたいなそういう判断ができるっていうね、今のところ蓮舫さん、石丸さんは、まあ、周りがなんかほら白く抜いてるからあのそうでもない感じに見えるけども。うん っていう勉強でもな、まあ、その蓮舫さん応援してるからな立花さんはねうんあそういえばその蓮舫さん、ね、公職選挙法違反ねなんか告発されるらしいじゃないですか、うん、刑事告発、まあ、事前運動ですかね、うんうん、だって結局ねこの共産党とね、ことつるんでっていうかつるまれて、まあ、つるんでるんですけどもね 普段からポスターをお願いしているお宅に蓮舫さんの指示をお願いしながら訪問というかこの個別訪問じゃねえかよ。本 <laughs> 当この人たちってルール絶対守んなよね。自分たちのルール違反は本当にいいルール違反だと本気で勘違いしてるんだね、結局。へえ。こういうの、こういうところこそね、改めるべきかなとは思いますけども。まあ、だめなもんはダメにされちゃうんでしょうね。うん。 へてかそもそもさ、ね、日本人じゃない、ねうん、わけのわからないやつ立候補させんなよ、うんね、取り締まりかけていくところがもっともっとなんかももっともっととやべえところから取り締まってってもらいたいですけど、ね、そう思いません、うん、そもそもなんで日本で政治家やれるのっていう人山ほどいるじゃんな、うんあまあ、だからこのわいせつ物 OK とは 言いませんよ一応ね、うん。ということで今回は以上です。